県知事選で自民党推薦候補とは別の候補を応援したとして県連から離党勧告を受けていた浜松市議が離党届を提出していたことが分かりました自民党浜松に所属する柳川十一郎市議は知事選で自民党本部が推薦した候補ではなく浜松から出馬していた鈴木知事の集会で応援演説をしました 自民党県連は柳川市議に対して離党勧告を言い渡していて柳川市議はきのう郵送で離党届を提出したということです自民党浜松はきのう議員総会を開き柳川議員を特例で在籍することを認めると全会一致で可決柳川市議も会派に残る考えを示しています